えーっとこれは河原に植えた同品です。エッジ型に仕立ててあります。今年の秋とはもう全然雪が降らないんで、もう少し立ったらあの剪、ー、定しようかなと思ってたんですけど、もう剪定しようかなこれ道川強剪定して。 えー、残った枝をどうしようかなと思ってるところです。去年はこのドーフィンの枝を、えー、いくつか20本ぐらい直に畑に刺して放っておいたらどれもすごくいい成長していました。も、えー、もう,うそのの成長したものを苗木に ポットにあげてあるんですけどうんそれもどう処分しようかな誰か欲しい人いないかなと思ってたんですけどうん近所にもう少し育てて近所に分けてあげようかなと思ってますそれでこの枝結構、まあ、ちょうど差し木にいい太さの枝なんですけどこのドーフィンの枝は今年は、まあ、思い切って剪定して捨ててしまおうと思ったんですが ななんんかもったいないんですよねせっかくこんだけのものそこで、えー、どなたかこの枝欲しいって人がいたらあの無料で送って差し上げたいと思ったんだけども、うん、欲しいって方いたらコメントください。えっ、ー、とクリックポストで送ればまあ200円ぐらいしかかからないので。 送料もこっちで負担ししますしこれメールリに出していくらか設けたところでもしょうがないですからねまあ欲しいって方いらっしゃったらそう20本ぐらいずつになるかと思いますが無料でお送りしますので、えー、コメントくださいえー、とここからが、えー、今日の本番です、えー、今日は2月25日です えっと前回暖かい部屋にあの鉢植えのいちじくを取り込んだんですけどもそれから1ヶ月経ったら、えー、すごく変化が出てきましたえー、っとこれロイヤルビンヤードですかこれはね夏かがいくつだ6つ7つ8つぐらい膨らんできたんですよね この夏花はあんまりいらないんだけどももっとこの枝の方を成長してほしいんですけどもそこで取っちゃいますかなでもせっかくついてるもの捨てるのももったいないからえ夏花2つだけ残してこのまま育ててみますまあ部屋の中が20度ぐらいあるんで成長が早いですね 秋田の5月あたりですかね。えー、3、4、3、4、5。は3ヶ月ぐらい早い成長です。で、5月ぐらいになって暖かくなったら、外へ出そうかなと。それまで結構成長するんでしょうね。ええー、と、これは <laughs>、何年目だ ?3 年目かなバナーネです。バナーネも夏化がついてきました。 もっと大きく木を育ててから、えー、夏かもうんとってみたいなと思ったんだけどもまだ早すぎるからこれも取っちゃいましょう夏かいらないなあもったいないから1つだけ残しますか <laughs> も,もっと枝がどんどん伸びてほしいです、まあ、1個だけ残しておきましょう それからそれからこれは何だあパステリパステリ絵かなこれ太い苗木ホームセンターで買った太い苗木だったけどもどうも成長うまく育てることができませんこれも夏花が出てきましたね1個これもいりませんもっと枝がいい枝が伸びてほしいんですその他にあちっちゃい夏花もついてますね これもまず枝を伸ばし,伸ばして普通の秋皮を取ることが目的です。えっ、ー、とこれはセレストかこれもホームセンターで買ったものですけどセレストもええー、夏葉がついてるんですね。はあこれもいらないんだけどな。 一つぐらいに残して育ててみようかしら取っちゃいましょうこれ夏かいりませんうん取っちゃいます1個だけ残します枝がもっとどんどん成長してほしいですそれからこれは これは、あ、ブルジャソットグリスか。3本枝を残しておいて、えっ、ー、と、2本は強剪定しないで、1本だけ強剪定したんですけど、強剪定しないところの先っぽは成長がいいですね。強剪定したところは、まだポツンとちっちゃい芽が出てきただけで。 どれも強剪定しない部分の先っぽってのはすごく成長するもんですね、えー、一つ勉強になりましたこれは何だっけかなあ、ゴールドファイガかゴールドファイガーも強剪定しないで先っぽ伸ばそうとしたらなんかちっちゃい夏かが 3つばかりついてますもうちょっと膨らんだら取っちゃいましょうか早く枝を充実させたいんですけどね、えー、それからこれはなんだああ一番左がパステリエの挿し木ですね3本出た枝を強剪定しないでいると先っぽは成長が早いです その右側、これはあホワイトゼノアかホワイトゼノアの枝を去年の4月1日に挿し木して、えー、今日剪定したものですね、えー、枝が伸びてきましたこれはこれは何だっけかなあ,あホワイトイスキアかこれ今年になって 葉っぱが伸びてきて、もう10センチぐらい伸びましたね。1日に5ミリから1センチ伸びるんですね。えっ、ー、と、これはもっと早いうちに、えー、暖かい部屋に取り込んだ動品ですけど、これもう2ヶ月ぐらい経ってますかね。部屋に取り込んで、枝がこんなに伸びてます。それから、それから、 えー、ビオレソリエスかこれも、うん、先っぽが出てきたしサルタンも、えー、葉っぱが出てきましたやっぱりあったかい部屋に置いとくとこうなるんですねあと3ヶ月も部屋に置いといたらどうなるんでしょう秋田はともかくあったかくな,なるのが遅くて寒くなるのが早いから これ3ヶ月間部屋の中で育てれば、えー、他の地方と同じぐらい十分育てられるのかなという気もします。えっ、ー、とこれはセレストの挿し木これ去年の4月1日に刺したものこれはバナーネ、えー、同じ時に刺して強剪定したもの強剪定したものはやっぱり芽が出るの遅いんですよね。 セレストみたいに強剪定しないと先っぽがどんどん成長してきます。